仁を尊ぶファールンゴンの理念は相入れないものでした。1999年に毛沢民は周囲の反対を押し切り、大規模で残虐な弾圧を始めました。そして弾圧を正当化するため、ファールンゴンを非常に重症化するようにして実行し、マスコミとインターネットを使用して世界中に流しました。その結果、健康になりたい、良い人間になりたいという数多くの愛好者に対し、強制労働、残酷な拷問、政治的戦争などを行いました。日のある方にわし歩いてたけどね。あ、そうだな、守ってくれてる。